どっかで聞いたことがあるな。全部食ってから食ったよもう。美味しい混ぜそば知りませんか？ありますよ、こちらです。新春屋チャンネル。あとあの食堂に皿あるんで洗ってきてもらっていいですか？はい、行ってきます。おい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 、ご視聴ありがとうございます。おい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 、あ、違った。もうグダグダなるからちょっと。グダグダ一人だけですね。今日はですね、なんすかこの T シャツ。新春屋チャンネルということで、はい、来ました。こちら新春屋本店さんでございます。今日は何しに来たんですか？今日はですね、なんと今またね、あの方、この方、はい、どの方、カップラーメン出すんじゃないかと言われる。あ、なるほどね。え、はい、ちょっと毎年企画やってんのよ。4部門ラーメングランプリっていうのが今やられております。4部門ありますね。そこに新春屋さん残ってます。これでもかと絡めたくなる部門で、新春屋さんのエビ取り白湯ですよね。なんだこれ。なんだこれ。よかった、言えた言えた。なんだこれ。これ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 。なんか手に勝手に持ってた。ラーメングランプリ2023年ね、エントリー部門ということで、エビでもかと絡めたくなる部門。エビから鶏白湯。タンタンメのターンということで、これもやってるんですけどね。これを皆さんの投票でね、あの投票で結果が1位になれば、これがカップラーメン化になるということで、たくさんぜひも投票してください。そうですね、ぜひよろしくお願いします。投票できます。はい、ということでね、これやっぱり現物食べないと。そうですね。どんなものなのか。去年も鶏ボナーラ、はい、はい、食べてましたけども、やってるらしい、食べれるらしいんでね、期間限定なのかな。はい、もう早速、ね、時間もありませんから、はい、早速行きましょう。行きましょう。これ突っ込む。はい、こんにちは、新春屋チャンネルでございます。お疲れ様でございます。はい、今年もまたエントリー、あの審査通りましてですか？これなんか第一次審査。今月やってます。はい、これでもかと絡めたくなる部門ラーメングランプリということで、これがもし1位になった暁にはカップラーメンになるということで。そうです。はい。はい、これが今食べれちゃうんですね。興奮してきました。辛いのかな？ちょっと辛ってついてるから。ちょっと辛いですね。辛いし。セリ菌も結構あの中にいろんなスパイス入れてるので。はいはい。タンタン麺のタンもあるし。世界の刺激ですよ、このネーミングは。もうやなんで山崎って黙っちゃったんだけど、もう疲れてんじゃん。朝から早いから。はい、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあこれぜひ注文させていただきます。はい、これが金の卵と。金の卵、燻製の卵、ね、先日紹介させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。では、はい、これは980円ということで。はい、そうです。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いつもお先生。はい、失礼します。喋っていいのかしら。はい、ということで、この新春屋さんは、今現在2個商品化になっているので、まず最初は金の鶏中華ということで。金の鶏中華。味噌汁ってまだ買えるの？買えないかな。そこには多分残っていくかもしれないけども、木の鶏中華ね、こちらで。2個目はこちらですね。これちょっと試して食いましたけども、ここでね、現物と、ここから鶏そぼろ、ここから鶏そぼろ、めちゃくちゃうまい。白米に合うラーメン、うん、こちらの方がね、カップラーメン化になりましたけど、今度はこの混ぜ、これでもかと絡めたくなる部門で、なんとこれが残ってると最終ファイナリストになってるわけですよ。ちょっと、そうですね、はい、取れなかったので、あとだから、この枠を取れば、コンプリートってことですよ。コンプリート、全部の枠を取ったことだと思われますけど、4本ありましたっけ、4本ありましたっけ、はい、スープ飲み干したくなるレモンとか、白米に合う、これでもかと絡みたくなる、そうそう、ここね、スープ、多分スープ飲み干したくなる部分かな。で、こちらがほら、白飯に合う。で、こちらのね、エビから鶏白湯ということで、さあこれは皆様の投票が鍵になりますので、ぜひ毎日、これも8月いっぱいでもう終わりですので、投票はラーメングランプリ検索してもらうとホームページ出ますので、こちらの方で、こちらのこれでもか絡めたくなる分も新春屋さん、楽天のサイトからね、楽天から入っていただきますと5ポイント入りますので、よろしく頼むぞ。5ポイント入ります。ツイッターの方ですと1ポイント入るようなことになっておりますので、ぜひ皆さん、あともう時間ないんですけども、こちらの方プッシュしてください。よろしくお願いします。テブリ14番様、あ、ここが早いな。手前
が鶏中華やります。鶏中華ね、はい、これですか噂のやつは。これ、これ何、食べ方なんかあるんですか。これ下からよく混ぜて食べてください。もう混ぜるだけ。混ぜるだけ。でこれは、このソースは何ですか。これはエビパイタン。これがエビパイタンで、これそぼろね。2、あ、了解しました。じゃあ0、追い飯が人気です。追い飯、ご飯ご飯追加です。ありがとうございます。はい、出ました。こちらがエビから鶏パイタン。すごいですね。これが、鶏パイタン。こちらが、まあ、この担々麺 このそぼろというか、とりあえずケモケモしてくれということで、はい、はい、ケモケモしたくない部分。そうですね、ケモケモ部門。将来部門じゃないですか。ケモケモ部門。まあ、ちょっといいですか、1枚取らさせて。安定ですね、皆様。安定の一杯。いいですね、皆さん。このパイが伸びるんですよ。いただきます。ケモケモタイム。なんかもったいなくない、なんか混ぜなきゃいいよ。いや、それはちょっと違う。まずはこれからって、麺からって。麺から、はい、大丈夫ですか。ちょっとなんかこれだけでも食ってみようかな。これパイタンだけ。うん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 、微妙。微妙なコメントの方して。キャモクにしてください。しゃあしゃあ、そうだね。早く待ってっから。はい。伸びるから。下からね。天地返し。うわ。よし。さっき言ったよ。おお。スパイシー。この、ああ、辛い。辛いけど。効いてる。で、麺の太さ見てよ、これ。太いですね。中太。中太でしょ。うん。すごい。いや、なんだ。食ってるよ。中じゃないよね。食ってますって感じだよ、これ。肉太麺ですね。味濃いからね。食ってくる。中太、すごいです。世界の刺激を感じますか。今はスリランカですね。絶妙なとこに行ったんです。うん、絶妙なとこに行ったんです、ね。うん、ああ、いいわ。こういうの普段食べないけど、こんな美味しいんだね。ここにはいいですか。うん。しょっぱすぎないな。うん、ちょうどいい。なんか味濃すぎ、見た目めっちゃ濃いけど、麺が太いからバランスいいのよ。絡み合ってます。うん、エビ風味は感じますか。香りがもうするの、エビの、うん、これは進むな。結構このボリュームすごいんだけど、いけちゃうな、これ。パワフルな色ありますね。うん、戦狼じゃんけん始めるよ。勝っても負けてもチャンネル登録よろしくお願いします。それでは戦狼じゃんけん、じゃんけんパワー。それではマジ伸びそうなので食べますか。何かコメント。皆さん清き一票よろしくお願いします。よろしく頼むぞ。お願いします。いただきます。あれ、ちょうどいい温度になりました。あ、ちょうどよかったね。久しぶりの、雲海ですよ、なんか。あ、唇がビリビリしてきました。はい、スパイシーですね、やっぱり。これは期間限定で今提供してるの。これ、そうです。8月終わったらもう、あ、もうその投票期間だけなんだね。もう出してると思ったから、俺これちょっと取りに来させてよって言ってたのに。うん、このスパイシーなこの口のしびれが、今日はいいわ。今日はいいわ。ああ、山椒系なの。このしびれがいい。しょっぱさが言った通り、うん、ないね。すごいマイルド。これ濃く見えるけど。うまいな、これ。しかも全然辛くないんだけど。辛くない。まあ、ちょっと後からくれるよ、でも。しびれは。うわ、肉味噌。これ、ご飯に食べる。うん。あ、だからなんか美味しいって言うんだ。そういうことか。終わった。それだ。そういうことか。
どっかで聞いたことがあるな。全部食ってから食ったよもう。そうか、ご飯ね、これ右目線なかった。まだまだあの日にちありますので、もう一回行こうね。日にちあります。絶対合うわ、絶対合うわ、ご飯これ。絡めたくなるっていうのは、どの方がそうなのか。あ、それもあるね。ダブルで、ダブルで絡めたくなる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうね。あの毎日押してますので。ありがとうございます。楽天の方で。ありがとうございます、ね、これでコンプリートなわけじゃないんだ。あともう一部分はね、枠が増えたんね。また挑戦するんでしょ。またそれもどん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 。あれ今までのシリーズは、ね、ないんだもん。あ、これか。これが、うお、すごいニンニク。スープ飲み干したくなる部門2020優勝で、これ白飯、担々麺の方ですね。いよいよ結果が31日に分かるのかな。 9月の上旬に分かるということで、私ども新春グループは毎日、私ども新春グループはね、毎日ポチポチしてますね。よろしくお願いします。最後の最後までよろしくお願いします。皆さんよろしく、一度ね、皆さんよろしくお願いいたします。はい、はい、伝わってると思います。ありがとうございます。50人ぐらいには伝わってると思いますので、よろしくお願いします。50人以上伝わってると思います、はい、あ、そうですか、ありがとうございます。はい、どうもごちそうさまでした。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、はい、またね。ありがとうございます。はい、どうでした、どうでしたか。あ、混ざってますね、混ざってますね。どうでしたか。絡まってますね、絡まってますね。はい、これでもか、これでもかと絡めしたくなる部門。はい、今新酒屋さんでは8月までの期間食べれますので、はい、8月中ですので、はい、31日まで、はいはい、食べれますの で、 でございます。興味のある方ぜひね、絡めていただいて、 そして毎日のようにポチポチラーメングランプリの方でポチポチ新酒屋さんの方で清き一票よろしくお願いいたします。はい、新酒屋グループでございます。はい、ということで本日は、ラーメングランプリ2023から2024エントリー、なんだそれ、23からそれはそれでしたし、これから2023から2024のエントリーをしました。これでもかと絡めたくなる部門、鶏からパイタン、鶏そば、ごめん、エビから鶏パイタンということで食べてみたへーでございました。頭の中もケモケモしてます。はい、はい、皆さんの清き一票ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。Thank you for watching. Please subscribe and hit the like button.